土佐山内氏は、武家、家族だった、日本の士族。本家は三内を、山内、各文家は、山の内と称する。通詞は、豊か。藤原北家秀里流の便も山内氏の文家で、山内宗春の伊豆を春家を外考えていたが、真相については定かではなく有力な資料がないのが、現状である。戦国時代、まだ、池田恒興や前田利家、 柴田勝家や笹成政が下級武士だった頃、山内森豊は、尾張国守護大の小田氏着流の岩倉織田家に、家老として使え、黒田上主でもあった。しかし森豊は、当時山内氏よりも会にあった清須三奉行の一つ、清須織田家当主、小田信長に信仰され自害して果てた。森豊の息子らは裸一貫となって流浪することに、 なるが、山内和とよが信長、後に、豊臣秀吉に仕えて、とう海国掛川五万九千国を領する大名となった。千六百年の関ヶ原の戦いでは、徳川家康の東軍に従う。戦後、巨城掛川城を率先して提供するなどの功が、認められて、土佐国を与えられ、土佐藩二十万二千六百国の大半を成した。俗に、 土佐24万国とも称されるが、現元年、土佐藩が高直しを願い出た者の,の幕府は、この申告を認めず、主院上は、従来のまま、20万2600国余りであった。土佐国はそれまで、長祖壁氏が領主しており、長祖壁に仕えていた、反応藩兵の家臣たちとは、対立を経て、合使として取り込んだ。他藩に比べると、財政逼迫などは少なかったとされる。 中村山内科、麻布山内科の文家のほか、幕末期に新たに四つの文家を創設した。九代藩主、山内豊陽用の次男豊か系による西邸山内科、十代、藩主豊か作の三男豊道による東邸山内科、同じく四男、豊明の南邸山内科、同じくその六男豊坂の追手て三科である。十五代藩主の豊重は、 南低野の豊明の長子である。なお、山内氏は、代々官位として、土佐守るを得ているが、領地と官位が完全一致している数少ない、江戸大名である。また、後の廃藩置県で、一県一国一藩一市の大名をもけうであった。幕末の土佐藩は15代藩主、豊重の後部合体論と土佐金納刀の、尊皇上異論が絡み合いながら進展し、 坂本龍馬の検索を基本とする大政奉還天白によって、土佐藩は時代転換の役割を果たすことになった。明治維新後、山内氏は家族となり、公爵の位を与えられた。また、土佐新伝藩の三内家は死爵となり、他にも文家屋一門から死爵か一家と断爵かに矢が出ている。厳冬主は山内豊公。豊公は、 土佐名産の土佐鶴酒造の CM に出演している。2010年には、長蘇壁氏の末裔、長蘇壁友近と共に、高知県知事尾崎正直のもとへ、表敬訪問を行った。土佐山内氏が使用した家紋は、土佐賀氏は、山内一文字、土佐切りである。土佐賀氏は、丸に三つ細賀氏はの図案と同様で、 カズトヨの時は通常の三つ柏よりやや細い程度の葉の図案が使用されていたが、江戸時代にはの図案となった。幕末から明治時代、土佐藩を母体とした企業であった九十九商会や、後の三菱商会のスリーダイヤはこれに由来する。山内一文字は、一文字とは言うが同じ大きさの一文字を上下に二本に描く。またの名を白黒一文字とも言うように、 上を日向に描き下を影に描くことで陰陽を表している。これは陰陽ともに敵なしという意味である。とさきりは豊臣秀吉によって歌詞された切り物をアレンジしたものである。山内氏系図、ありがとうございます。